やりましたよ。来た、やっと。シルクタッチ来たぞ。よし。じゃあ、ハサミにつけて回収しに行こうか。それで、ハサミつけられるんだよね。調べた方がいいかな。どうやってやるのかもよくわかんないけど。よし。じゃあ、修理ってできんのかな、ハサミって。新品にしよっか。でもほとんど使ってないんですよね。ただ一回物資を切っただけだから、もういいや。これでつけんの？何レベル必要なのか見てみようか。ハサミと、それで、6レベルでいいんだ。なんだ。安いこと。よし。じゃあすぐやっちゃいますね。多分ね、今やったばっかりだけど、6レベルぐらいやったらすぐなるんじゃない？よし。それ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 。ダメか。いや、いや、入ろ。すぐはならないみたいだ。13レベルになっちゃった。よし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 。じゃあ、シルクタッチをハサミにつけて、狩りに行きましょう。オッケー。耐久とかもつけとこうか。どうしようかな。とりあえず、レッドストーンこんないらないから、いつもね、ここね、置くの忘れて、ボタン押しちゃってね、ちょっとカオスになるんで、いつもちょっと忘れずに置いときましょう。よし。いやー、でもだいぶ来たな。ここまで来ましたよ、ここまで。頑張ったよ、俺頑張った。これ全部行ったらここまで来るんでしょ。あとちょっとですね、ここら辺で終わりなので、ふぅ、よし。じゃあちょっと、あそこに行きましょう。ダメージ増加の方にすればよかったかな。トーチはあるよね。よし。失礼しまーす。こんにちはーっと。上に雲がいるんだよね、そういえばね。ちょっと怖いな。蜘蛛の巣がね、さっき取っちゃったんだけど、9個必要なんですよ。やった、取れた。これでよかったのか。よし。鉱石は後回し。毒蜘蛛倒しに行く？毒蜘蛛の巣潰せば多分すごい手にありますよね、蜘蛛の巣。でもこれやってるだけで多分大丈夫だと思うな。ここも本当ならすごい暗いはずなんだけど。よし。ラピスラズリがあるっていうことは結構深いってことだね。大丈夫？よし。この下にもありそう。花が咲いてる。なんでこんなところに。ちょっと迷子になるな、間違いなく。このままだと、いや怖い。たまにクリーパー角待ちしてるからね。よし、9個たまった。また使うかもしれないんだね、これ。海の上にね、トラップタワー立ててゴーレムに殺させちゃおうっていうなんか計画も面白そうですけど。でも普通のモンスターだとね、先制攻撃されてしまうケースがあって、多分ゴーレムすぐ死んじゃうと思うんです。潰されちゃうと思うんですよね。さて、また戻ってきました。ってことで、ここに設置しちゃいましょう、蜘蛛の巣を。よし。ちょっと待ってね。そこが3マス目でしょ。1,2,3 マス目で、4マス目のここに配置ですね。よいしょ。あ、落ちてった。落ちてっちゃったか。よいしょ。
よしよしと。オッケー。で、早くしないと。ガラス上がってった？上がっていっちゃったっぽいね。さて、これでスポーナーのね、準備さえ整っちゃえば、いつでも動かせる状態にはなりました。下が準備できたんだね。で、とりあえず丸石と丸石でプラットフォーム立てるんで、で、その外側を石レンガで、で、緑色の羊毛で枠組みかな。こんな感じでいこうかな。よし、じゃあついにちょっとね、32マス以上離れちゃうとゾンピックマンが動かなくなっちゃうケースがあると思うんで、だから32だと思ったんですよね、ゾンビックマンは。なのでね、40四方あるんで、あんま後ろにしすぎると後ろのピックマンが全くゲートから出てこないみたいなね状態になってしまうと思うので、もう隠れていいや。ここ中心にしますね。もうさっさと落ちてきてもらうことにした方が多分効率がいいんじゃないかな。ねえ、外観気にして効率落とすより、多少隠れてもいいんじゃないかなと思います。ちゅうことでですね、まず上に上がらないといけないんですけど、どうしようかな。ここ作業で行ったり来たりするから、はしごを設置した方が良さそうだね。はしご持ってこなかったっけ。ここと OK。全部ハーフサーブにするとね、ちょっと大変なんでね、設置が。サボれるところはサボっていきたい。よし。で、そこはラインが来てるからダメ。ふう、じゃあここからだね。で、あれが足りないのか。ここの上にね、プラットフォームを立てる予定なんですが、どういう風に立てるかというと、ちょっとすごいな、雷が。あ、下の水も入れないとダメかも。そのためには、ちょっと待って、看板も必要だな、これ。1、2、3、4、5、6、6マスしかないもんね。ちょっと看板作ります。よし。まずこれがないから棒を作りの。よし。氷があると便利ですね。水バケツなくてもすぐできるんで。やばい、上がれなくなった。よいしょ。よし。じゃあ、まず看板をですよ、そっち側には行けないようにしたんで、ここで OK と。で、下に落ちてもらう感じですね。OK。で、設置するべきところはここですね。よいしょ。よいしょ。で、ゾンピックも落ちてきて、向こう側に流されていくという感じです。で、私が落ちちゃうよ、このままでは。おっしゃ、ちゃい、落ちちゃったよ、どうしよう、これ。さて、下に水を流しました。で、ゾンビックマンは、ここのところに、この 2×、あ、違うな、4×、2×3 の穴か、に集まる感じなんですが、ここからプラットフォームを立てる感じになるかな、もうちょっと上げた方がいいかな。すっごい巨大になると思うんで、どうしようかな。ここを真ん中にしちゃうと多分大幅に向こう側に出ちゃうので、そこが全部暗闇になるっていう感じかな。まあ、それで丸石で、ベースのあれを作りのでやっていきますね。よ
よいしょ。まずはですね、こっちサイドが2つずつ外側に出て、こっちが4つですね。このプラットフォームを立てるのが多分ね、一苦労だと思うんですよ。何せ 40×46 とかのとんでもない数字なのでよいしょ。さて、ここが最終段階に集められるところですね。フロアですね。フロアっていうか、なんていうの、ところですね。で、徐々にみんな真ん中に集まってきて、最後にこの、最後にね、氷のブロックを手で割って、水を流したいと思います。次は両サイドに8マスずつ、もう全方向に8マスずつプラットフォームを伸ばします。バッサリカットでいきます。さて、ちょっとね、作業をして、増やしました、フロアの数をね。で、さらに伸ばします。全部で46の40かな、 46×40 の、なんか長方形になると思います。水はね、8マス、水源って水をね、置いたところから8マス進んでくれるので、あとでこの氷を壊して、この真ん中に集める感じで、ここはそうですね、ここ全部水源にしちゃうと、これ、なんていうのかな、ここにね、例えば今丸石を置いてるところにずっとこうやっていって、水源を配置していくと、これ多分全部ね、池になっちゃうんですよ。なので、それを防ぐためにこうやって四隅に4、正方形 2×2 の正方形をね、1個ずつ作って、まずそこの隙間を埋めて、具体的にはね、こういう風にやると全部無限水源になっちゃうと、その水の流れがなくて、落ちてきたゾンビピックマンを押してくれなくなっちゃうんですよ。なので、それを防ぐためにですね、こういう風にまず四隅に 2×2 を作って、ここを後で壊せばちゃんと流れてね、全部この真ん中、この1マスへこんでるところには水が流れないで、それ以外がきれいに埋まるという形になると思います。今ちょっとトーチが置いてあるんで、これ下手すると下手すると溶けちゃうっていうね、今溶けると困るので、よし、ちょっと外しておきます。で、今から、第3フロアを作る感じですね。これ3マスじゃなくていいじゃん。よいしょ。一番大きい外枠になるんじゃないかな、これで。さて、結構作業がね、フロアの作業は大詰めですけど、ちょっと下から見ると夜だと暗いので、グローストーンをちょっとはめ込もうかな、なんか模様つけてね。ちょうどね、村人から大量購入してきたので、その隅から真ん中に伸びるようにライン入れて、ちょっと羊毛で飾り付けしよっか。羊毛何色がいいかな、グローストーンと合うとすると、こっちの色が青なので、それも上も青にしよっか。青持ってきます。ちょっと暗いのでね、上がちょっとだけ変えてみようかな。よいしょ。ちょっとここから、この列から先に変えようか。ここでしょ、ここ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 全部グローストーンだとちょっとね、どうなんだろう。真ん中から伸びるように1マス飛ばしにする？1マス飛ばしで、中水色、外枠を青にする。あんまいろんな色使うとごちゃごちゃすると思うんですよね。
それじゃ丸石じゃない方がいいんじゃないのって言って、そんなこと言ってたらもうできないので、あーどうだろう、下から見てみようか。ちょっとどれ、いやーなんか丸石がきついね、やっぱね。ちょっとふむ、いいアイディアだと思ったんだけど、こうしよっかな。なんか水色いいですね。水色だかスライドだかわかんないけど、水色か、水色にしますね。でグローストーンの数をちょっとあれで減らして、うん、3つそれぞれのコーナーにつけて、ちょっと空で天井を明るくします。じゃあちょっとカットします。さて、変えてみましたけど多少明るくなりました。まだ納得いってるわけじゃないですか。まあいいかな。あとそっち側もねちょっと変えて、うん、フロア自体はねだいたい終わったので、あとここ暗いなやっぱりな。どうしようかな。上はその外側のラインは真ん中ら辺も暗くなるってことですよね。そうすると、多分ね、そこの四隅に入れるだけじゃ明るくならないと思うんですよね。どうしようかな。遠くから見たとき綺麗なようにサイドもグロースストーン使う。あんまりグロースストーンだらけにしてもね、ね、なんか逆に私はあんまり好きじゃないので、ふう、どういう風に、かぼちゃランタンとかにする。それはね、なんか難しいとこだよね。よし、このトラップタワーっていうか、まあトラップは、別に明るさ、明るく、暗くなきゃダメってわけでもないので、うん、別に明るくしてもいいんですけれども、じゃあここをどうしようか。水を流す前に決めないと後で大変なことになる。ゾンビピックマンに溢れた状態でね、やらはめになっちゃう。とりあえずここも変えてみよっか。ここは多めにグローストーン使う。1、2、3、3になる。結局同じパターンですね、うん、長さ的には変わらないので。でここを青色にして、まぁ、ちょっと見てみますね、どれぐらい明るくなるか。よし、いやー、さてさて、ライトアップしましたけど形が気に食わない。そこどうしようもない。どうしたらいいんだろう。青で囲んでハーフストーンにするとすげえでかくなるんですよね。なのでもうライトってことでハーフストーンで囲むだけにしたんですけど、これでいいかな。あとでちょっと夜で見てみますけど、とりあえずスポーンの方はこれで終わり。なんていうのかな、スポーンじゃないや、ゾンビピックマンを一箇所に集める機構はこれでとりあえず終わりですね。あと水を流せば終わりと。それは氷がやってくれる、氷でやるつもりなので、いいとして、で最後にまた四隅にブロックを置いておかないと水が流れない。あ、そうか、もう一度上げなきゃいけないのかこれ。そうですね、多分。ここにね、着地した場合、もしね、ゾンビピックマンが、2マス牌、ここに屋根作っちゃうと動けなくなっちゃうんで、この人。そうですね。じゃあもう1マス上げますか。じゃあ頑張ります。これ落ちるよ、多分、これ。調子乗ってやってると。よし。そろそろか。気をつけてやります。さて、羊毛もかなり取れたので、実際にねネザーゲートを囲む部分の外枠の部分をちょっとね作っていこうかなと思います。あとでネザーゲート最後にはめるか、ちょっとずつ、ね、はめるように、間違えたら大変なことになるんで、で中が見えるようにガラスにしようかなと思ってるんですが、白いガラスにすることにしました。骨粉でね、大量に作れるので見栄えも結構いいということなので、よいしょ、ね、ガラスいっぱい作ったのでそれを利用していきたいと思います。ではでは、
じゃあ実際ちょっと上を見てみましょう。上ね、ちょっと水流したんですよ、ちょっとだけ。あ、ここもう壊したの。こっちにしました。よいしょ。ここもモンスター湧きそう。あとでね、ピースフルじゃないモードでやるんで、その前に徹底的にライトアップしないと作業中に死んでしまうと。で、今、見ていただいているところが、一番下の層ですね。水が繋がってるように見えますが、ちゃんと動いております。で、真ん中に集められるんですが、最後にですね、ここがちょっとトリッキーでして、まずこのコーナーを壊して、そうするとここに降りたやつはもう動かないんですよ、こっちに押されて。なので、それを防ぐためにここに置いてこうやって流してあげる。気に食わなかったらこれ壊してもいいですけど、まあ壊さなくてもまあ大丈夫ですね。これ全部壊した後、ここにブロック、水はめちゃうと、ここ全部水源になっちゃうので、水の流れが止まってしまうので、それを防ぐためにこういうことやってます。OK。で、そうするとね、ちゃんと真ん中に流れてると思います。これはね、アイアンゴーレムの方の、ファームで使ったテクニックと全く同じです。アイアンゴーレムはね、方はあんまりお店、作業風景っていうか、他のところをね、映してたんで、実際建築はあんまり映してなかったんですよね。なんで、まあ、ご希望があればね、別な動画で作り方をご紹介したいなと思うんですけど、で、黄色い羊毛が置いてあるとこが、ネザーゲートが立ち並ぶところです。黄色い羊毛はもうなかったっけ？で、真ん中のところが一緒になって、真ん中のところは左と右のゲートの、支え柱になるということですね。実際に何本あるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20本、両サイド合わせて 40門ですね。40門あるということですね。非常に大量な、門が立ち並ぶ感じですけど、間違いなくラグくなると思います、うん、これだけあるとね、一箇所にゲートがあると、あのパーティクルの表示がね、モワンモワンモワンっていうのが多分重くする原因だと思うんですよ。ここは正面はね、こんな感じでガラスを張っていこうかなと思います。で、横はね、もうどうしようかな、潰しちゃってもいいんですけど、よいしょ。難易度設定を変える前に、一番最初の一番下の層は ね、ピックマンが出ないようにしておかないと。あ、それとここを緑の羊毛に変えようかなと思ってたんだけど、ここは柱になるんで外から見えちゃうと紫色になっちゃうんでね、こうしてもう一段上げる。あ、でも一段そこ、そうだよね。じゃあいいや。じゃあこんな感じでいきます。向こう側も同じようにしますね。よし。で、ガラスが死ぬほど必要ってことですね。600枚ぐらい、600個ぐらい必要ってことかな、多分。40×20×21 なので800ですね。とんでもない量いるな。まあ、規模をね、大きくしてゾンビピックマンをいっぱい回収しようというのがね、目的なのでいいんじゃないかなと思います。こっち側を窓にしても、あ、でも向こう側から見えるか。多分ね、達成感が違いますよ、こういうことやると。ってことで、もうちょっと作業します。さて、3分の1ぐらい終わりましたね。外枠が3分の1しか、これで3分の1？ 約3分の1だけど、多分3分の1未満だと思いますね、まだ。あれが高さなので、そうです。今、この段で3分の1ぐらいじゃない？多分。いやー、もうとりあえずネザーゲート置いてみようかな。ここ、間違えたくないところですね。ネザーゲート置いて最初のところはね、あと全部間違えるので。よく。何回も確認して、やらないと、まあ間違えちゃうってことですね。よし、向こうから見た時どういう感じになるのかね。
ライトをつけて夜とか綺麗にしたいんですけど、どこにエッジにグローストーンを置こうかな、それともカボチャでもカボチャランタンでも置いてみます。正面だけね、とりあえず向こうから見てもなんかいいように、こっちとそっちは終わらせておきたいんですね。あと向こう側はどうでもいいんですけど、どうでもいいんですけどってだって後ろ側見ないんだもんね。あとで後回しでいいんですよ。見えないところは後回し、見えないところは後回しかやらないか、どっちかですね、私の場合だからハリボテの建物が増えていくっていうね。よし、じゃあこのターン終わったらとりあえずネザーゲートを設置してみましょうか。とりあえず動くかどうか確認してからじゃないか、これ全部無駄になるんで。まあ動かなかったらサボテン農場でもここに立ってますけど急にサボテンになる。よし、じゃあやっていきますか。とりあえず黒曜石を4スタック持ってきたので、とりあえず置いてみましょう、間違えないように。まずはあの高さまで持っていくので、これ解除、こっちからやろうかな。この下は全部ね埋まるんですよ。 23? エッジはいらないので、2引いて22、21ですね、ごめんなさい。で、こうやって設置したらここ削って、今度はここに柱を立てます。まあ、23×23 の、ね、柱になるっていう感じなので、これでよく見ながらやるんだろうね。よし、この柱と同じ高さになる。私もよく数えたわけじゃないので、今23個だった。これ多分落ちたら、あのなんか物に当たったら死んでしまうので登れるようにはしごをいろんなところに設置しておいた方がいいかな。じゃあここ行きましょうか。でそこが1になるので、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、あ、そっか、23はいらないのか。はあ、ここはいらないですね。で、ここに設置して、よいしょ。で、ここですね、次。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。で、23個目はいらないので、こうすると。はぁ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23ですね、エッジで。OK。で、向こう1個置き間違いだな、多分ね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。あれ？間違いだ。間違いじゃないよね。なんか22しかなかったよ。間違えた。よいしょ。あとはこの上でスポーンしないように敵が、スポーンコントロールも忘れずに。 OK。 で、ここから落ちて大丈夫かな。よいしょ、アブデイット。ここガラスの上ではモンスター置かないので、ここの四隅だけちょっと、撤去するのは面倒くさいんですよね、このトーチを置いておくとしても。よし、これで2つ完成ですね。よし、
ふぅ。あとこれを、あと8回繰り返すのかな。8回どこじゃない。今 10% だから。10%。あと9回繰り返すの。全体で40問あって、今4つ立てたんで、10% ですよね。OK。じゃあやっていきますよ。よし、じゃあとりあえず、着火板で着火する前にですよ、トラップドアっていうのを設置しないと、ダメなんですよ、このエッジにね。なんでトラップドアを設置するかというとですね、いろいろあるんですけれども、ちょっと待ってください。なんていうのかな。モンスターがね、その場に留まってしまうので、それを動かすためにね、モンスターはトラップドアを地面と誤認するので、それを利用します。で、こっち側に行けるようにしとかないと、いちいちネザーに突入することになっちゃいますね、入るときに。芝生よいしょ。ここじゃ手遅れだね。どうしよう、こっち側に行けるようにしとかないとあるか。いや、めんどくさいぞこれ。正面はもう塞いじゃっていいと思いますね、多分。よいしょと。いやー、できてきたね。だんだん形になってきたよ。まずここを塞いじゃおう。よいしょ。で、ゾンビピックマンが出られないように、外に出られないようにするのと同時に、ここも塞いでおくってことだね。ちょっとめんどくさいですけど、向こう側から回らないとダメってことですね。で、ここにモンスターが湧くと思うんで、ここもライトアップ。で、よし。点火するとまためんどくさいので、点火する前にここと、いやっと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 、よし。こんな風にトラップドアを設置して開けておくわけですよ。そうするとモンスターはね、例えばここに湧いたモンスターは、行けるところをまず計算するわけですね。自分の16マス四方だったかな、確か。もうちょっと多いかもしれない。もうちょっと少ないかもしれないですけど、例えばここに立ってるモンスターがここに行きたいという場合は、そこに最短距離とかね、を計算して通っていくんですけど、ここも床と換算されてるんで、あ、行けるじゃんってことで、行くと、まあ、下に落ちるという形ですね。よし。ちょっと待ってください。点火作業の前に、下だけ全部設置しちゃいますね。そうすると、トラップドアもつけられちゃうんで。よし。これ後でやるより、多分最初にやっちゃって、あと上の枠作った方が建設が楽っぽいですね。じゃあそこまでカット。